皆様こんにち は。ただいまご紹介いただきました、藤沢市議会議長を現在務めております、桜井直人と申します。藤沢市議会にですねご招待賜りました、御礼を申し上げますとともに、本日のご盛会をお祝いをしたいというふうに思います。藤沢暴力追放推進協議会の皆様におきましては、日頃よりですね、ご自身のお時間を使っていただきまして、今日をはじめさまざまな暴力追放犯罪防止の活動にですねご尽力を賜りまして心から敬意を表したいと思います。また本日は令和5年度、第20回を数えるということでございますが、暴力追放藤沢市民総ぐるみ大会、暴力追放振込詐欺撲滅サミット、開催をして多くの皆様にお集まりをいただきました。本当に、今日を機会に、昨日よりも今日よりも明日と一日一日こうした暴力追放や犯罪防止の意識がですね市民に啓発をするとともに意識が高まりますことを心からご祈念を申し上げたいというふうに思います。振り込め詐欺というのは聞いたところによりますと2004年あたりからこの回の開始とともにですねそうした名称が徐々に広がっていって、現在は、その対策をしながらもさまざまな、犯罪を犯す側もですね知恵や工夫で本当にこう対策したら新たな方法が出てくるといったいたちごっこなのかなというふうにも思っています。そうした中でこうした市民の中の犯罪を絶対に許さないんだというような取り組みや集会が、これほど多くの方々が集まっていただくことで本当により広がっていただくことを私たちも期待をしたいというふうに思っています。警察署、藤沢は藤沢署、北署と2つ警察署があって、その皆様のご尽力で、市民とともに連携をしながらこうしたことを取り組みを進めているわけでございますけれども、警察の所管は、神奈川、県議会ということになるんですが、藤沢市議会でもですね、実はこの防犯に関するさまざまな、議論の中で質問が出てきて、市民の方々の意識が非常に高まっているということを感じているわけであります。なかなか先ほども所管が県議会ということで、藤沢署の方々と意見交換をしていくということが少なかったわけでありますけれども、今私の議長の任期はまだありますので、これからはしっかりとそうした警察の方々とも意見を交換しながら、また推進協議会の方々ともですねより密に連携をし、皆様の声をしっかりと吸い上げて、藤沢市としてできる、振り込め詐欺特殊詐欺対策というものもしっかりと進めていかなければならないというふうに思っています。いずれにいたしましても、今日を機にですねさらなる暴力追放の機運が高まりますことを心からご祈念を申し上げますとともに、一日でもこの藤沢から、そしてこの日本からですね特殊詐欺というのがなくなるために皆様のご尽力を賜りますこと心からお願いをいたしまして、藤沢市議会を代表いたしまして皆様へのご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。